出した車、装備者、装備者、装備者一緒よ。はい、ということでね、人間調子に乗ると、ろくなことがないですね。はい、ということで、コツの趣味部屋へようこそ。あ、今も言えてないけど、今回ご紹介するのはね、久しぶりなシリーズですね、こちらです。じゃじゃじゃんとね、はい、セイントセイヤ、セイントセイヤからね、一風変わったフィギュアです。 CBC っていうね、海外製のフィギュアですけれども、キッズロジックっていうところが出してます、シリーズです。コスモバーニングコレクションっていうね、双子座のサガです。はい、私の星座であります双子座です。はい、こういう感じでね、結構豪華な作りです。はい、かっこいい、めっちゃかっこいい、金ピカピンだねこれね。うわー、すっげえかっこいい。まあ謎男バージョンっていうのはね、まあこれはもうしょうがないかな。うん、まあ普通のねサガだとメットかぶってないからねメットかぶってないのはメットかぶらないからね。まあ、これはこれで謎男バージョンだから似合うメットって感じだからね、ジェミニーのヘルメットは。まあ一応ね、版権は得てる商品みたいですね。はい、ちゃんと版権シールも貼ってあります。はい、なので違法な商品ではございません。一応ね、台座もついてて、これがね、発光ギミックがついてるらしいんですよ。 LED ライトベース、すごいしっかりしてる作りなんだよね。だからめっちゃこれ UFO 良さげ、まあ、もう見えてるんだけど、まあ、実際手に取ってみたかったんだよね。はい、ということで、開封したいと思います。ではね、まずブリスターの状態まで持っていきましょう。はい、ということでね、ブリスターの状態まで持ってきました。はい、いやー、まあ箱から見たのとかあんま変わんないけどね、実際手に取らないとわからない。で、台座が裏側についてますね。いやー、すっごい出来が半端ないなー。いやー、という感じですね。ではね、早速、箱から出して、まあ説明書もついてますけど、台座に飾ってね、詳細を、見ていきましょう。はい、ではね、ブリスターから外しました。はい、見ていきましょう。はい、こちら、めっちゃかっけー、すっげー金ピカ、メッキがすごいな。うわ、かっこいいこれ。いや、あのね、結構箱自体それなりに重かったんだけど、本体はめっちゃ軽いですねプラスチックなのかな、なんか軽いねこれ、うん、まあこの本体のクロスはめっちゃメッキ加工されてますね。で、謎男のフェイスパーツは、これはなんだ、これプラスチックかな。まあ後ろはね、こういう感じで、もうサガのね、挑発がこう、もうめっちゃ綺麗ですけどね、綺麗な。で、マント、いや、いいね、すげー。で、顔、双子座の顔、いやー、いいね。この謎男バージョンっていうのがまたいいね。うわー、すっげーいいポーズ、ポージングも完璧だね。いやー、センスいいわー、これ作った人。うわー、すっごいいいね。で、台座がね、
対座がこちらになりますね。はい、もうなんかなんだろうね、アステカ文明みたいなねなんかすごいなんかいいねこれね、台座もうめっちゃなんかジオラマ感があっていいね。でここにね十二星座のあれがあって、ここはねまあ後ろなんてね何もありませんけど、で裏はこういう感じですね、まあ何もないけど、で普通にこれってこうポチッと押してやるのかと思ったらこれ違うんだよね。これスイッチどこやねんって思うけど、これスイッチ後ろにもこう見当たりませんよね。なんかどこにも見当たらないと思って、押しても光らないしと思ったらね、ここでねある不思議なギミックがここなんですよ。スイッチいきますよ。はい、皆さんわかりますか？光ってないですあれ、ちょっと待って、行くよ。あ、ほらほらほら、すっげえこれめっちゃ光ってる、神々しいな。これに要はこう飾るわけですよ。あ、しかもこれすげえ、今全然気づかなかったんだけど、今初めてやった飾ったんだけど、裏がこれ磁石ついてますよ。磁石ついてるんで乗せると調子乗った、こう乗せるとこうね吸い付くんですよ。ほらこう浮いてんのに重心とかおかしい状態の、分かりました通り、こう本当ね吸い付くんですよ。ちょっと今の衝撃で外れやすくなっちゃった。これ、はい、なので、で今こう今みたいにひっくり返っちゃうんで、多分ねなんかこのパーツがね多分どっかにくっつくんじゃねえかな。こうやって、え、こんなわけないよな。え、違うよあ、合ってんのかな。この棒は何なんだろう。この棒何に使うか全然わかんないんだけどな。え、合ってんのかな。一応ここで支えにはなってますけどね。だからこれがないとちょっとひっくり返りそうだね。やっぱそういうパーツなのかな。よくわかんないけどね。一応後ろのこの後ろの表面のね、艶消し黒の感じは合ってるんですけど、使い方合ってんのかな、これ。間違ってる気がする。あ、よくわからない。まあこれはどうなんだろうな。で、まあ台座図がね、普通にセイントセイヤ双子座って書かれたプレート、はい、こちらがつきますね。これはどこだ。これは普通にこうかな。はい、こういう感じでね、いやーいい、すげーライトアップ機能すごい。で磁石くっつきっていうのがいいんだけど、いかんせん重心がね、頭でっかちだから重心がバランスが悪くてね倒れちゃうんだよね。だ結局これで支えてんだろうな今。これの使い道は合っ
ってない気がするんだよな。何なんだろう。いやかっこいい。それにしてもはい、ということでね、ちょっとこのね支柱の使い方がね説明書を見てもわからないんですよね、でパッケージとか見てもわからないんで、一応自分は支えとしてこうやって使いますいやーこれがないと倒れちゃうんだよね。おそらく間違った使い方だと思います。はい。ということでね、今回はね、セイントセイヤから一風変わったね、フィギュア紹介させていただきました。やっていきとしては素晴らしいね、海外製品ですけれども、ちゃんと案件を得てるね、製品なんでね。まあ、これを見てね、もしよければね、自分の星座のやつを購入してみてもいいんじゃないかと思います。ただね、星座によっては出てないのもあるみたいなんでね、まあ一応調べてくださいはい、では今回はねこれにて終わりたいと思います、ご視聴どうもありがとうございました。